皆様こんにちは。京都市防災危機管理室です。この動画は我が家の防災行動計画マイタイムラインの作り方動画です。マイタイムラインを作ってお住まいの地域の災害の危険性を知り、取るべき避難行動を決めておきましょう。ホームページから作る方法とリーフレットに直接記入して作る方法があります。今回はホームページから作ってみましょう。マイタイムラインは京都市防災ポータルサイトからアクセスできます。マイタイムラインはスマートフォンでも作ることができます。それでは台風や大雨に備えてマイタイムラインを作るをやってみましょう。ステップ1、地域の危険性を知りましょう。台風や大雨による被害には水害と土砂災害があります。お住まいの地域の水害と土砂災害の危険性についてハザードマップで調べてみましょう。まずは水害ハザードマップを選択します。 PDF 版と Web 版の2種類あります。どちらも同じ情報ですが、今回は PDF 版を使います。なお Web 版では住所検索から調べることができます。また自宅がどの学区にあるか知ることができます。京都市では学区ごとに指定緊急避難場所が決められています。自宅の学区がわからない人は Web 版で調べておきましょう。水害ハザードマップ PDF を選択します。水害ハザードマップは行政区ごとに分かれています。お住まいの行政区を選んでください。例として左京区を選択します。ハザードマップの画面になりました。紙のハザードマップは区役所に置いています。水害の危険性について調べる項目は2つあります。 1. 洪水浸水想定区域にあるか。これは想定される最大の雨が降った場合に河川が氾濫して浸水する区域のことを言います。浸水の深さは 0.5 メートル未満から5メートル以上の4区分に色分けされています。 2. 建物の倒壊が想定されている区域内にあるか。これは河川の氾濫などによる水の強い流れによって建物の倒壊が想定される区域のことを言います。点や丸のある区域です。確認できたらマイタイムラインの作成ページに戻りましょう。先ほど調べた水害の危険性を入力しましょう。洪水浸水想定区域かどうか、想定される浸水の深さ、河川名は分かれば入力しましょう。建物の倒壊が想定される区域内かについても入力しましょう。水害の危険性についての入力が完了しました。次に土砂災害ハザードマップを選択します。PDF 版と Web 版があります。どちらも同じ情報ですが、今回は PDF 版を使います。上京区、中京区、下京区、南区には土砂災害の危険性のある区域がありません。例として左京区を選びます。土砂災害ハザードマップは学区ごとに分かれています。お住まいの学区を選んでください。例として上高野学区を選択します。ハザードマップの画面になりました。紙のハザードマップは区役所に置いています。土砂災害の恐れのある区域は黄色い区域の土砂災害警戒区域と
さらに危険な赤い区域の土砂災害特別警戒区域があります。自宅がそれらの区域に入っているか確認しましょう。確認ができたらマイタイムラインの作成ページに戻りましょう。自宅が土砂災害警戒区域内にあるか入力しましょう。土砂災害の危険性についての入力が完了しました。次へを押してください。ステップ2、避難行動を決めておこう。避難行動判定フローを参考に避難行動を決めましょう。ハザードマップでは自宅のある場所に色が塗られている、洪水浸水想定区域、または土砂災害警戒区域内にある場合、はいに行きます。災害の危険があるので原則として自宅外に避難が必要については、右の例外に当てはまる場合は自宅に留まり安全を確保することが可能です。これらに該当せず自宅から避難する必要がある場合、安全な場所に住んでいる親戚や知人宅に避難することも検討してください。なければ指定緊急避難場所への避難を考えてください。お住まいの学区の指定緊急避難場所がわからない場合、下の指定緊急避難場所の検索で調べましょう。利用条件を確認の上、同意するを押します。ウェブ版ハザードマップが表示されました。学区協会をオンにすると学区の協会がわかり、学区内の避難場所がわかりやすくなります。避難場所のマークは円の中に人のマークがあるものです。お住まいの学区の指定緊急避難場所を確認しましょう。もし学区内に複数の指定緊急避難場所がある場合、まずどの指定緊急避難場所が開設されるか地域の人などに確認してみましょう。確認ができたらマイタイムラインの作成ページに戻ります。先ほど調べた結果を選択入力します。水害については想定される浸水の深さが3メートルから5メートル、建物の倒壊が想定される地域ではなかったので安全な自宅の3階に避難することとします。また土砂災害について、土砂災害警戒区域に入っているため指定緊急避難場所の検索からお住まいの学区の指定緊急避難場所を調べて入力します。次へを押してください。ステップ3、避難のタイミングを考えておこう。災害の危険性が高まり警戒レベル3、高齢者等避難が発令された場合は、高齢者など配慮が必要な方の避難を開始してください。さらに危険が高まり警戒レベル4、避難指示が発令された場合は、全員安全な場所に避難してください。避難に支援が必要な人は、自宅に高齢者など配慮が必要な方がおられる場合、いるにチェックし、その他の避難のタイミングがあれば入力しましょう。ペットや避難する場所までの時間も入力しましょう。注意点ですが、指定緊急避難場所に避難する際は、緊急速報メールやNHK などで出される避難情報で該当の避難場所が開設されていることを確認してから避難してください。京都市防災ポータルサイトでも確認できます。次へを押してください。ステップ4、段階ごとの行動を決めておこう。これまで入力した内容が表示されていますので確認してください。日頃の備えから私と家族の行動、地域での行動について選択肢から選び、選択肢にない項目があれば自由入力をして入力してください。
リーフレットの記入例も参考にして作ってみてください。同じように、段階ごとの行動について選択、入力します。次へを押してください。ついに、マイタイムラインが完成しました。お疲れ様でした。作成ボタンから印刷をすることができます。印刷したマイタイムラインは、水害、土砂災害に備える3つの心得とともに、家の冷蔵庫など、普段から目にするところに貼っておきましょう。また、状況に応じて見直しを行いましょう。これで説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。